吉谷さん、北斗の剣の剣士郎って、お前はもう死んでいるっていうでしょ。あの言葉って、別にね、あの、悪党に向かって言う言葉ではなくて、私たちが受け取らないといけない言葉じゃないですかね。本当に僕たちは生きているんだろうか、生きようとしてるんだろうか、それは生命として死んでないってことじゃなくって、生き生きとですよ。生活の価値と書いて生きると言いますけども、本当に自分の望む通りに生きて、望まないことを、 なんかね、やらずに済んでいるというかね望まないことをやってもそれを負担に感じないような精神力とかそういったものもあると思いますけどねで前回のトレーナーさんの言葉っていうのはね福本さんの言葉っていうのは何を感じればいいかっていうとう思んですよで、すよ私たちは感情を本当にね和らげてくれる言葉が好きなんでお金より大切なものがあるんだよって言われたら。 やっぱりいい気持ちにはなります。なんとなく救われたような気持ち。そういう瞬間も必要なんですよ。でも現実はお金じゃないと乗り越えられない困難が多々あって、お金がないと幸せにたどり着けないようなそんな世界がここにあるってことも考えないといけないんですよね。そもそもなんでお金のことで考えたり悩んだりするのかっていうと、お金が一つの障害になってるからなんですよ。お金があってもなくてもいいっていうんだったら悩む必要ないし、 こんんなな動画見なくてもいいんですよねだから現実は金は命よりも重い残念ながらね身代金って言葉があるでしょで人間を救うのにお金を払っちゃうわけですよ命をお金でやり取りしてるんですよその他にも保険金とかもありますけども結局金で換算できるお金ってことはお金の方が重きを置かれてるってことにもなるんですよね,、まあ本当にねあの カイジを書いてる福本さんっていうのはいろんな漫画描きます。吉田さんも言われてましたけども、マージャン知らないのに楽しい。ここなんですよね、マージャンの。その福本さんのマージャン漫画の面白さっていうのは。なんかマガジンっていう雑誌に連載されてたんで、マージャン専門誌の連載じゃないんですよ。でもこう考えてみると当たり前だと思えるんですよ。例えば、カンフー映画を見てね、カンフー知らない人でも楽しめる。で、翔太の寿司っていう、 お寿寿司司が、ね、題材ににななっててる漫画やアニメを見て楽ししいと思うんですよ寿司に詳しくなくてもつまりは漫画とかアニメとか舞台っていうストーリーを通じて自分の知らなかった世界に興味を持たせるように漫画は書くべきだしその世界に引き込むようにね例えばキャプテン翼を見てサッカーを全然知らなかった少年がサッカー少年になるみたいなことですよね。 で、囲碁とかね、ありますよ。光の碁っていう漫画が少年ジャンプやりましたけど、碁なんて知らない人が光の碁を見て碁なんてわからないのに、漫画読んだら楽しそうだから、囲碁教室に通ったみたいなね。それが本当の人の気持ちを動かす、行動を動かす漫画でしょうね。ビジネスのことを全く詳しくない人に、お金が稼げるよっていう切り口でアプローチしていって、お金を稼げるためにはビジネスやりましょう、投資やりましょうっていうふうになってきて、ビジネスは投資を ね、学んでいくような人をやっぱりこう作っていくっていうのが私たちの責務かもしれません。で、ケンシロウのお前はもう死んでいるっていうのはどういうことかっていうと、飛行を疲れたわけでもないのにね。なんか結局自分の意思を持って生きてないんですよ。飛行を疲れたように、あれ腕が勝手にみたいなね。本当そうなんですよ。望んでない人生に体と精神が勝手に歩んでいく。これこそまさにお前はもう死んでいるってことじゃないですか。それは生きていると言えるのか。 生命としては死んでないけども自分自身という人間としてそれはもう存在してるのかなと思まに来るわけですよだって本当だったらこれをしたい本当だったらこんなことをしたくないと思いながら今日も出社しやりたくもないことをやってるわけですよそこに喜びも感じないですし自分自身にある意味ね嘲笑してるわけなんですよ嘲笑ってるわけですよそこに何かね 誇り高いものを感じてるわけでもないし、ミッションがあるわけでもない。所属している喜びがあるわけでも、雇ってもらってありがとうと思ってるわけでもなくて、少ない給料でこぎ使ってよみたいな感じで過ごしてるとしたら、その環境を選んで、まさに生きてることじゃなくて、死んだ状態になる環境を選んだのは誰なんですかってことなんですよね。私はね、この北斗の剣の剣士郎の、お前はもう死んでいるって言葉は、本当にそうだなと思いましたよ。中学のことを見て。俺何やってんだと。それから私は、 自分のなるべくやりたいことを選びやりたくないことを選ぶことをやめてだから授業の参加人数減りますよねその頃はどうしてもね体を動かしたかったんでちょっと乱暴なこともしましたけども同じようにはみ出した人間がいそうなところにわざわざ出向いていってねでそこで、えー、まあいろんな踊りをしましたよ怪我もしましたけどもねなんかあの時のの時経験ってのは 人生を生をきる上での全てのててになってますね、うん、だからなんかこう人に殴られていたいっていう経験はそれからなんか10代の頃だけだったんですよね人に殴られていたいっていうのはでもう世の中で言ったら誰も殴ってこないし誰もあの鉄パイプを持ってね目の前に現れないんで特にビジネスの世界でそういうのないじゃないですかこんな戦いやすいとこはないですよね不意打ちもないわけですしこちらからアクションを起こして 結果を待つ。その繰り返しなんでね。だからお前はもう死んでいると言われないように生き生きとやっていきたいなと思いますね。言ってらっしゃい。